ASM-3 は防衛装備庁が開発した超音速飛翔の空対艦がミサイル。開発中はザズム3と呼称されていた。2018年1月に開発完了が報道されたが、すぐには量産配備には至らず、さらに改良を加えた ASM-3A を2021年度に 取得開始、さらに射程延伸型の ASM-3 の開発を2020年度から2025年度まで行う予定である。ASM-3 は従来の国産対艦誘導弾と比較して大幅に性能を向上させることで迎撃されない確率を高めて防空能力が大幅に向上しつつある。 敵艦艇をより確実に撃破できるミサイルとして計画された。F-2 戦闘機で運用することを前提に1980年代末より開発の検討が開始された。2013年時点では2016年度の開発完了を目指していた。最大の特徴はインテグラルロケットラムジェットによる推進系で構造としては ラムジェットエンジンの後部に固体ロケットブースターが統合されている。推進時にはまず固体ロケットブースターが作動して、ラムジェットの動作可能速度まで加速した後、固体燃料が消失した後のロケット部分が、ラムジェットの燃焼室となる。これにより、マッハ3以上で超音速飛行し、敵の迎撃可能時間を減少させている。 また、ステルス性を考慮した弾体形状にすることで、非探知性を低下させ、アクティブレーダーホーミング方式とパッシブレーダー、ホーミング方式の複合シーカー方式を採用し、エクセム能力を向上させることで、敵艦艇をより確実に撃破できるようになっている。さらに、敵艦艇の艦対空ミサイルより長射低下させ敵の、迎撃可能班以外から誘導弾を発射できるように、 することで、発射墓器の安全性が高まっている。当初は、赤外線画像、アクティブレーダー、パッシブレーダーの3方式の併用を予定していたが、赤外線画像誘導方式に関しては、これを省いても、命中率、破壊力には、大差ないと見られたことから、開発経費削減のため削除された。これにより、開発経費が10%程度削減されたとされる。 2002年時点では、ザズム3は、旧式化した80式空対艦誘導弾のみを置き換えるものとし、誘導方式が異なる93式空対艦誘導弾と併用し、対望外性を確保するとして開発が検討されていたが、2009年時点では AS、ASM-2 の後継と申されている。2018年1月7日、ザズム3の 経営15回に及ぶ発射試験が終了し、2019年度から量産を開始することが報道されたが、2018年度と2019年度の防衛予算に調達予算は計上されず、中国人民解放軍海軍艦艇の高性能化に対する射程の短さから改良型の開発が行われることとなり、2020年度から射程4 0 0トル 以上の射程延伸型の ASM-3 の開発予算が計上される予定である。ASM-3 は F-2 戦闘機での運用を維持するために機体規模は変更せず、軽量化による射程延伸を予定している。なお ASM-3 の開発と並行して2019年度から2025年度にかけて、 さらに高速なマッハ5以上の極超音速で飛行可能なスクラムジェットエンジンで飛行する誘導弾の要素技術に関する研究を行うとしている。また、周辺国艦艇の高性能化に少しでも早く対応するため ASM-3 の開発途中の成果を反映させ射程を延伸させた ASM-3A を量産し取得する予定である。 F-2 に搭載された ZAZM-3 ロシアロシア、インド中国中華民国フランス。ありがとうございます。